神田内部神田内部神田内部から1923年12月30日は、明治時代から大正時代にかけての日本の教育者、英学者、男爵、農学士、松井衛生の次男として江戸に生まれる。陽名は、松井信次郎、神田公平の養子となる。明治4年、孔子、森有則に従って渡米、アマースト大学を卒業し、 明治12年に帰国。大学予備門において英語を教え、明治19年より帝国大学文科大学教授となり、ラテン語を教える。明治26年、東京高等師範学校教授に転任。明治35年、学習委員教授となり、一時、東京外国語学校校長を兼任。大正元年、東京高等商業学校教授を本務として、 英語教育に力を尽くし、その編纂する中学校英語教科書は広く使われた。欧州留学中には、石川岩尾、石川文吾、滝本義夫、津村秀松、福田徳三、志田太郎、関一と共に、ベルリンにおいて、商業大学の必要を兼議し、東京交渉の大学昇格運動を開始。また、明治十二年、富山昇一、元良雄二郎と共に、 芝に生息予備校を設立。日本キリスト教青年会の創立に協力、ローマ字運動を起こし、即記術を広めるなど功績は多岐にわたる。養父の死去により、明治31年7月19日、男爵を就職。明治43年、貴族院議員。後、東京商科大学名誉教授。アメリカ学者の高木安香は、実施、言語学。 聖書学者の神田立夫は読む男、大山捨松、津田梅子との交流があった。ありがとうございます。